こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。まあ、最近ですね、会社さんいろいろとお伺いしているとですね、風邪が大流行しているなというのが、印象としてございます。まあ熱を出されているという方もいらっしゃいますし、あるいはですね、ちょっと風邪気味で体調悪いんだけれどもと言っている方もいるんですけれども、これですね、どういった方にも言えることだと思うんですけれども、まあですね、ちょっとでもですね、体調悪かったら、それはやはり休んだ方が良いでしょうということはですね、言えると思います。まあ、もちろんですね、ゲームの開発をしている会社さんで、マスターの前でですね、非常に忙しくて、休んだらもう納期に間に合わないとかなってくると、また、話ちょっと変わってくるかもしれないんですけども、まあ、それでもですね、クライアントさんにちょっと交渉をするぐらいはしてもいいと思うんですよ。まあ、長いですね、自分の仕事人生の中で、その納期が、守れるか守れないかというのがですね、どれぐらい影響してくるのかというのがですね、一つ考えてみて仕事すると良いと思います。まあ、こういったことをですね、まだまだ社会人経験の短い私が言うのも姉ですけども、まあ、社長の受け入れでもございますので、ぜひですね、ちょっとそういったところを一回考えてみると良いかとも思います。まあ、そういったところでですね、弊社ビハイアはですね、風邪ひいてる、少しでも風邪ひいてる人がですね、もう休んで、とりあえず病院に行けというような話をですね、よくさせていただいております。まあ、そういったところではですね、健康面は非常に気を使っている会社だなというのは、まあ、他の会社のお話を聞いていたりしてもですね、思うところではあります。まあ、今ですね、読書インターンであったり、社員さんであったり、集めているところですので、もし興味がございましたら、ビハイア株式会社一応調べてみてください。どうぞよろしくお願いします。